駅構内を三島側の車内から見たところ、駅構内を修善寺側の踏切から見たところ、原木駅は静岡県伊豆の国市原木にある伊豆箱根鉄道寸ンズ線の駅である。駅番号は伊豆07。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。駅舎は2番線ホームに面しており、1番線ホームとのアクセスには構内踏切を使用する。 列車接近時には国鉄型の接近放送が流れる。かつては一番線ホームに隣接する側線があったが、長年使用されておらず、やがて下線が撤去され、2013年には側線、そのものが撤去された。現在、側線に隣接した側のホームにはフェンスが設置されている。無人駅であるが、タッチパネル式の自動券売機がある。その他乗車証明書発行機と、 インターホンもある。インターホンは、伊豆長岡駅につながる。普通列車全列車ワンマン化と同時に一部時間帯を、除き駅員が配置されるようになった。当駅で列車交換を行わない場合、下り普通列車は2番線から発車する。これは、構内踏切の遮断を避けるためである。近年の1日平均乗車人員の推移は、以下の通りである。住宅地であり、 ほとんど商店はないが、駅前に喫茶店が存在している。ありがとうございます。